ここまで食い下がるとは予想できなかった。アホか！最後に放ったあの一撃。君たちは見ていないのだから。コロラド州その太さ頑強さといったら二足歩行に甘んじる人間とはこう。ということは。そう。対人間。対二足歩行。なんという。なんという構え。そう。これ。獣の戦闘態勢。逃げぬ、かわさぬ、退かぬ。ティラノサウルスをほふったあの時のぶつけていた。普通を生かす余地もない。乾杯だ。ん？何を慌てているのですか、ミスター徳川。徳川さん、あなたはピクルとの約束破る。こら、ピクル！お前友を呪わしき定め、凶暴なる食欲、共に分かちがたく、共に分かちがたく。すまない。約束をたがえた。食わせたのは肩の一部、足の一部のみ。現実には食われるはずはないと期待していたのではないのか。レッツさんの五体一部失ったと聞き耳を疑いました。動揺しているかと問われれば動揺している。不便かと問うならできもしない勇気をできるかのように語ったこと。何が起こったのかは決死の覚悟で死んだ気になってその禁を破った。徳川さん、私がそんな人生を歩むレッツさんが体の一部を失った。大事件です。大国中華人民共和国にとっての宝です。道に外れない、あなたそのものだ。ユダ、物の例え表現方法に過ぎない。なんて素敵なやつなんだ。落ち着いて説明してください、ご老公。負けたのではなく食われたと。そうじゃ。おっす、座りなさい。うっす。どうも分かってらんな。この件の本質が、ピクルは舐めとら、我々が肉や魚を舐めてないようにだ。勝つ身よ。なるほどね。白菜を一晩眠らせるだけの麻酔を。半馬裕次郎、ただ一人なのじゃから。ボクシング、ウェイトトレーニング、殺さぬよう、しかし無事には済まさぬよう。星、熱、群れ、オスは困惑していた。彼が知るものが何一つない。こんなもので身を包み偽装している。腹が減っている。あれ以来食べていない。手にもされんのだ。父オロチドッパの気まぐれで艦長の椅子に座っちまってる俺だが、やる。あいつと今さら説明するまでもない。新進会は趣味のサークルじゃない。警視庁がその行方を追っている。警視庁43,000人。勝てるからやる、勝てぬからやらない。黙ってんじゃないの、あれもこれも。ズレじゃねえことは分かった。同業さんかい？いや、そうじゃねえんだけど。
克巳よ、武道家にとって一番大切なことは何だ。親父が艦長だった頃、支部長会議で時には意見が対立したものだ。分かってもらえました。さ、ピクル君、行こうか。花山さん、新進会の寺田と言います。話聞いてください。これは克巳艦長たっての希望でして。切れますって。二代目ましてや親子ならなおさらだ。ごめんな。自分の行く手に立ちはだかるこの男、なのにその力ときたら義理、人情、責任、約束。止まった。すっげえ、ゴブゴブだ。ありがとう花山さん、知らせてくれて。一つの目的に向け機能を追求し、戦い仕留めるという行為に極度に特化した肉体、地上最強の少年と目されるハンマバキがいかなる行動に出るのか。花山さんに頼んで、もし何か情報があったら知らせてもらえるかって。こう恋焦がれた女の美体を前に、なるほどね。すみません、引き止められなくて。よかったじゃん、なあ。考えてもみろよ。いいんだよ、俺じゃなくても。お言葉ですが、いいんでしょうか。それでバキではなく花山ではなく克巳師範が仇を討ってこそではないでしょうか。相手は嘘か誠か、天下の T-Rex の天敵とまで言われる。すまん、勝てるからやる、勝てないからやらない。どうか俺に協力してくれ。このアホがどこほっつき歩いとったんじゃ。喧嘩売られてるんぞバーキー。こいつもやりたがってるようだしな。助けられたよ花山さん。あらら、ちょっとだけ退屈してただけなの。踊り、おお。人間なら無論一発、正確に射抜きゃ牛でもいける。空手家である俺が空手以外の何にすがる。俺が言い出したことです。不可思議がまるで通じなかった事実、それでもなお否、それだからこそなお杖ならやりて、そういう生き物です。俺たちそういう私もこうして姿形が変わってしまったが、伝えられることは山ほどある。やがて琉球へ渡り、風土に根ざす独自の発達を遂げ、大いなる進化を果たした。伝える役目この列が務めたい。とんだおせっかいをするところだった。すみません。ぜひ501年目の一助に。変わっちまったなあの野郎。徳川財閥の総帥も焼きが回ったか。頑張る。俺を前に適当な言葉でお茶を濁していると、あの野郎、眠れぬ夜が続くだろうぜ。彼が何者でどれほどのものなのか、このままでは決していけぬと予感していたあの領域へ。足の親指2箇所で発生させた力を足首で加速で拳。かつて君が花山氏を相手に、その言葉に嘘はないが、事実はこの技を使いこなせるとしたら、おそらくはただ一人。空気との比重は約 1.5 倍、クロロフォルムだ。出会ってしまったゆえの責任が。だから戦わせるべきとでも言うつもりかね。鉄の扉をぶち破る力を持ちながら短ってもいい。眠りから覚めてもピクルは逃げやせん。餌を、遊び相手を、バカな。
以前は決して隠すことのできなかった一枚の新聞紙。これこれこれ、この線、そんなすげえものを人力で出せる道具が存在する。これああ、よく取ったな。これこれをフル稼働させマッハを超える。マッハは時速 1225km。 背骨、脊髄だ。その通り。無論十分ではない。手指の第三関節から第一関節までを駆動させ、さらなる加速を生む。鋭利な抜き手に頭部の重さを備える。空手史上最完全なる武器。数多くの武術家と秘武試合を繰り返し。親父ひって。そんなおとぎ話が我が母国にはある。君は手にしている。Quên lấy tôi như một nửa tâm hồn, bóng cúc vàng rực rỡ một nụ hôn. Tôi khẽ chạm mà buồn chồn không tương. Em đẹp lắm để hôn tôi vui sướng. Sắc thu chân mà từng chốn mộng lai, chân trụi đâu khi gương sáng miệt mài. Tố mây nụ lên bờ vai thu chấm. Lạnh một tiếng mùa thu tôi nồng đượm, chiếc lá đời đang ngâm. Mùa thu đám mây cười theo nhịp phiêu du, nắng bịn rịn sau sương mù môi sáng. Tôi lững lờ say bóng người vừa dạng, chạm môi mềm và chạm môi mềm trong một thoáng hương thù. に耐えません。ぐさく、にわかには信じがたいの。オロチカツミの天賦の際は恐るべしと言わねばなるまい。もう今頃はそのはるか先に。ドロドロに緩め、木に備える。そして関節のイメージは確かに手にしたあの感触を。肩から先しか動かさぬあのイメージ。必殺技新型ので完成したと思ってもいなかった。あの感触、今現れる。多分そうだ、急がなきゃ。あれだ、イメージしてるんだ。